シャムシ・アダド一世は、コアッシリア時代の王であり、オリエント世界に歯を唱えた人物である。アッシリア史上最も重要な王の一人である。アッシリア王名表によれば、アッシリアの第39代目の王であるがこの時代に関するアッシリア王名表の実証性は低い。シャムシ・アダド一世は、アムル人の有力部族の族長であった、イラカブカブの息子として生まれた。 イラカブカブがおそらくマリをめぐる紛争で破れたために彼の家族はバビロニアへと亡命を余儀なくされた。しばらく後に彼はティグリス川下半の都市エカラトゥムを占領しここを拠点にアッシリアへ侵攻した。そして当時のアッシリア王エリシュム二世を破り紀元前1813年にアッシリア王となった。シャム氏アダドイッと当時の有力国の おおよその勢力範囲その後シャムシ、アダド一世は新たに首都シュバとエンリルを築き、ここを拠点に勢力的に領土拡大に励んだ。中でも特に重要だったのはマリの占領である。当時のマリ王、ヤフルン・リムは兄弟であり、シャムシ・アダド一世は彼と激しく争った。マリ側の記録には数度にわたってシャムシ、アダド一世が敗れたことが記載されている。 しかし形勢は逆転し、さらにマリで内紛が発生してマリオヤフルン・リムが暗殺されたのに乗じてマリの支配権を握ることに成功した。これを含めた征服活動によって北部メソポタミア全域にアッシリアの勢力を拡大し、名実ともにオリエント最大の君主となった。支配下にある領域以外にもその影響力は及び、例えば バビロンのハンムラビ王などは、シャムシ、アダド一世が、大いにある間は侵入していた。アッシリア王位を得た後、彼は、領内の重要拠点であるエカラトゥムの副王に、長男イシュメダガン一世を、また、マリの副王にやはり息子のヤスマフ・アダドを付け周辺を、監督させた。ただし、彼の息子たちは、領土統治に関して、シャムシ、アダド一世の指示を細かく仰いでおり、 実質的には、シャム氏アダド一世が、全領土に支配権を及ばせていた。彼の息子たちへの所簡は、年度版文書として、多数発掘されている。ここで彼は、勇猛で次々に先行を挙げるイシュメダガンを、称賛しつつ、軍人としての才能に乏しかったと思われるヤスマフ、アダドを知った激励しながらも、この下の息子の将来を案ずるなど、政治家、 無人でありながらも人の親でもある彼の人柄を今日に生々しく伝えている。また、彼が行った重要な事業にアッシリア王名表の編纂がある。アッシリア王名表は幾度か編纂が行われているが、その最初のものはシャムシ・アダド一世のものである。これは、自らのアッシリア王位の正当性を示すために編纂されたと考えられ、彼以前の王位についての情報は、 意図的と思われる改ざんがかなりの程度施されている。この王名表の中では、彼の父イラカブカブは第25代、すなわち14代も前のアッシリア王として登場する。ほか初代の王、トゥデイヤからは第18代の王、ハレまではアムル系の名前を持っているなど、元来ヒアムル系の初期アッシリア王の系譜に、彼の祖先の系譜を割り込ませたと、応募式痕跡が認められる。 そのため、彼が作成させた部分についての実証性は低く、注意を要する。王名表の編纂のほか、彼は、アッシュール氏のエンディル神殿を再建するとともに、世界の王という称号を用いるとした。シャム氏、アダト一世は長期にわたって大いにあったが、全1781年に死去した。これは、当時のオリエント世界における大事件であり、 バビロンをはじめ多くの国でこの年に、シャムシ、アダドイ世セイが死んだ年、またはそれに類する意味を持った年号が付けられている。彼の死後長男のイシュメダガニ一世が王位を継いだが、前1777年にヤフドゥン・リムの息子ジムリ、リムの攻撃によって、マリを失うなど勢力は振るわず、国内も混乱した。シャムシ・アダドイセイ死後のアッシリア衰退に伴って、バビロン、ダルサ、マリ、 エシュヌンナ島がアッシリアの派遣の後釜をめぐって争い、やがてバビロンのハンムラビ王がその座を得ることとなる。ありがとうございます。